バーで百五十二バーで百五十二バーで百五十二または b b 百五十二ドレスデン百五十二 v l d d r 百五十二単に百五十二として知られるこの航空機は第二次世界大戦後にドイツ民主共和国で開発された最初の旅客機であるこの機はドレスデンで九百五十六年に製造され九百六十一年までテストされた 150には計画機として終わった一連のユンカース機の最後の開発番号を表していた。ピルナ014ジェットエンジンバーデとはこの航空機の設計者であるブルノルフバーデのことであり、わずか2機が飛行用に製造された。最初の試作機の V1i は以前のユンカースの技術者たちがソビエト連邦で設計したサモルジャット150または アレクサージュ150ジェット爆撃機から派生した。この機は、タンデム式膠着装置と東側ブロックの航空機に、共通のガラス窓の機種を持っていた。152の膠着装置は胴体、中央線に沿って収納される、主車輪と翼端の引き出し式補助輪で、旅客機としては異例であった。 この航空機の初飛行は1958年12月8日に行われ35分間飛行した。152は1959年3月4日に、オッテンドルフイコールオクリラで行われた2度目の飛行で、着陸接近の初めに墜落し、全搭乗員が死亡した。墜落の原因は公表されなかったが、燃料系統は、傾斜状態では、テストされないことから、 燃料系統に起因する問題であることが最も考えられる原因である。飛行テストは2番目の試作機 V4-2 で続けられた。この試作2号機の降着装置は、主車輪の配置は1号機と同じであったが、補助輪は翼端からエンジンパイロンに移されていた。またこの機では、後方使用のガラス窓の機種は廃止された。3番目の試作機 V5 2は、地上テストのみに使用された。旅客機としての飛行テストは1961年初頭には、ほぼ終了し、東ドイツの国営航空会社ドイツルフト犯罪用の4機の、生産に入った。この時点で、東ドイツ政府は、すべての航空機産業の活動を停止させた。自国が開発した、スポレフツ -124 を売り込んでいた。 ソビエト連邦が他国からいかなる旅客機をも購入したがらず、自国航空機産業の開発にさらなる援助をしたためだった。すべての機体はスクラップにされたが、遺棄された152-011の胴体の修復が1995年からドレスデンのイズフォで現在行われている。同社はベブフルクツォイベルケドレスデンの直系の会社である。インターフルクに 修行時の創造図152ームペ、ありがとうございます。